もしれないけど。こいとちゃん、もう松本になりたい。こいとは不安よな。松本、動きます。動きたい。松本になって動かせてくれ。後に松本の権力をくれ。もう誰かが不安だと松本になりたくなる。後に松本の権力を、松本人志の権力をくれ。頑張らなきゃ。悲痛すぎるよ。松本になって動きて。無理して作ったら嘘になっちゃうっす。それじゃあメイちゃんじゃないっすよ。やばい。ちょっと松本出てきちゃう。って。僕は好きですけどね、冬ちゃんのこと。ま、新沢さんの言ってることもまあわかるんですけど、僕は好きですけどね。ちょっともうワイドなショーの松本人志になってしまうわ。くー、松本 P になってしまう。冬つらいよな。松本動きたい。松本動きたい。動いて松本。動け動け動け松本。動け、動いてよ松本。松本人志エヴァ説。強いわけじゃないんだよ。松本、なんで松本の名前呼んでんだよ。ストリーライトのコミュ読みながら。でも松本動いて。松本動いて。松本がたとえ動いても、いや僕はいいと思いますけどね、しか言えないんだよな。どっちも間違いじゃないと思う。結局松本みたいな意見になっちゃうんだけど。だってすごいパフォーマンスを見ればみんなそっちに投票したくなるはずっすもん、うん、これは松本動いてほしいね。確かにいいコメントがありました。これは松本が動くべき場所だわ。ここだよね、松本が動くべきなの。さっきじゃない、さっき感情が動かされすぎて松本のことを動かそうとしたけど、松本動いても何にもしてくれないけど、こういうところ、こういう業界の闇みたいなところで松本動きますしてほしいよね。松本動いてください。めいちゃん辛いよな。ダメだ、でもここで松本が出てきても、いや松本が出てきて点数についてどうにかしてくれたらなんとかなるから、松本動けよ。ありがとうみんな、ありがとう松本。ということで、この動画がいいと思ったら高評価、通知の、ツイッターのフォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。